異常な術式の予兆、消え去ったはずのワラキアの気配、もう一度たたりが起動しているのは確かなようですね。シキや神祖たちは気づいていない。いや、異常を察して解決に乗り出していますが、一体何が異常なのか、そこを間違えてしまっている。みなワラキアの夜というたたりを解決するために動いている。そんなもの、とうに滅び去ったことを、この夜だけ忘れている。これでは、再来ではなく、再演だ。二度目の上映であることに気づけるのは、私だけ。式に助力を求めては、それこそ何者かの思惑通りだ。私は、一年前とは違う方法で、このたたりを解決しなくては。見逃して、あなたに勝ち目があるとでも。ラウンド1ファイト。戦闘再開します。負けないんだから。そこです、もう一度。予測済みです。もう一回。ごめんなさい。戦闘再開します。優しい問題でした。ラウンド2ファイト。見てろ、負けないぞ。もう一回。あなたの負けだ。ラウンド3ファイト。戦闘再開します。そこです、負けないだから。逃がさない。もう一回。どうです、負けないだから。構え、緩い、弱い、落ちろ。あなたの負けだ。負けないだから。動くな。安全は保証する。ユーミン。さつきまで襲ってくるとは。今回のたたりは以前より立ちも悪い。ここに隠しておけば安全だ。それでは行ってきますね、さつき。しばらく眠っていてください。受け取れよ。分割思考。あんたへの起動。手向けの花だ。ラウンド1ファイト。福島。飽きないな。無駄だらけ。
眠る。そこです、そろそろ眠る。飽きない、無駄だらけだ。あなたの負けだ。 You win Round 2 Fight。 戦闘再開します。そこです、飽きない、無駄だらけだ。そこです、よっ、構え、ゆる、弱い、落ちろ。あなたの負けだ。よっ、動くな。安全は保証する。ラウンド3ファイト。待て待て、無駄だらけだ。そろそろ行くか。あなたの負けだ。ユーウィン。この勝利は必然です。未来を計算するのが私たちアトラスの錬金術師。あなたの行動は全て事前に把握していたのですから。最悪の気分よ。起動。ラウンド1ファイト。そーら、予測済みです。そこです。抜けろ、止まれ。戦闘再開します。何の行くわよ。私の負けですって。動くな。安全は保証する。ラウンド2ファイト。そーら、そーら、そーら、そこです。消えろ、そーら、そーら、落ちろ。そこです。ダメージじゃない。動くな。安全は保証する。ダウンの3ファイト。私の負けですって。優しい問題でした。ムーンウィン。エーテライトはあなたの思考を読み、行動を縛り上げる。火力不足は否めませんが、対人戦闘では一級の武装です。
3年前に滅ぼされた村、私とリーズバイフがタタリに敗れた、あのいかにも急ごしらえの舞台装置だが、気に入っていただけたかな、シオン。ここは記念すべき祭りの場、君の終わりと神聖を飾った武道士に満ちたイースターだ。ゼピア、ようやく出会えたと言いたいところですね。ん？おかしいな。この光景を前にした君は理性を裂かれ、高らかに泣き崩れると筋書きにはあるのだが、つまらない。動員数が一桁だ。かけた予算と感動の比率が合わない。少ない、乏しい、不愉快なほどオーディエンスが足りないじゃないか。まったく、これはどうしたことだ。ノリが悪いにも程がある。お嬢さん、君は本当にシオン・エルトナム・アトラシアかね。それはこちらのセリフだ、ワラキア。地に落ちたのは私ではなく、そちらだろう。このたたりにおいて、あなたは完全に私に倒されるだけの端役になり下がっている。ラウンド1ファイト。見てろ。油断した。油断したい。予想外。ここです。止まれ。カット。悪意の渦よ。何だ。ここです。油断したい。止まれ。優しい問題でした。ラウンド2ファイト。残念。予測済みです。戻りたまえ。なかなか。単調です。アクシデント。少し強く。予想外。なんだ。油断しない。予測済みです。失礼する。あなたの負けだ。ユンビーラウンド3ファイト。テイク。戻りたまえ。そこで落ちろ。予想外。戦闘開催します。よそう。優しい問題でした。ムービー。ワラキアの夜は自分を主催者と疑わない幻影だった。ではこのたたりを引き起こしたのは何者だ。お掃除。あなたに勝ち目があるとでも。ラウンド1ファイト。まだまだ。レオン。
しい問題でした。ダウンド2ファイト。そこだ、やっ、僕の意味は予測済みです。何のミスしたら、よろしく。優しい問題でした。ダウンド3ファイト。優しい問題でした。次回は難度を数倍上げてから来てください。笑い話で済めばいいかな。ラウンド1ファイト。あそこ聞いたぞ。遅い。優しい問題でした。ダウンド3。そこです。ファイト。そこです。そこ、甘い。戦闘を再開します。甘い、ぬるい、弱い、落ちろ、あなたに負けだ。そこです。そこです。わかりきった結末でした。ダウンド4ファイト。見てろ。何飛ばす。バカだ。甘い、ぬるい、弱い、落ちろ、あなたに負けだ。飛ばす。そこです。
止まれ。落ちろ。動くな。安全は保証する。ユーミン。高速思考停止。状態を警戒態勢に移行します。得た経験は確実に生かしてあげましょう。よろしくお願いします。戦闘開始します。ラウンド1ファイト。そこです。そこです。してくれたらどうだ。甘い、ゆる、弱い、落ちろ。あなたの待てだ。してくれたらそこです。離さない。あなたの待てだ。ラウンド2ファイト。なんだ。止まれ。起爆すんの。逃さない。そしてくれたら。そこです。予測済みです。そこ。そこです。そしてくれたら。そこです。行きます。分かりきった結末。ラウンド3ファイト。ああ、はい、ちょっと待ってよ。そこです。してくれたら許さない。止まれ。気がすんで。そこです。そこでくれたら。そこ、はい、私から止まって。まだまだ。優しい問題でした。ユーミン。話は変わりますが、アキラ、間借りしている地下の家賃はこの頃高すぎると思うのですが。え、無料で提供しているはずですか。琥珀ですか。そんな、あなたはリーズバイフェ。 あなたが生きているはずが。そうだな。私も自分がどうして生きているのかわからないけれど、君なら私が何なのか解析してくれるのではないか。いや、けれどそんな残酷なことを。心を許した相手へ気を回しすぎるのは君の悪い癖だよ、ジオン。いいんだ。私だって漠然と気づいてはいる。自分がどんな状態なのかぐらいはな。リーズ、すまない。3年前の結末と今起きているたたりの再演、導き出される可能性はとても少なく、そして全てがバッドニュースということか。うん、
だからいいんだって。シオンには内緒にしていたけど、私そういうのをあまり気にしないから。今のは救ってほしいから尋ねたことじゃない。君がきちんと自分の役割を承服できるよう声にして聞いたことだ。ではやはりあなたはこのたたりの防衛機構なのですね。そう、正解。じゃあ行くよ、シオ。おとなしく立ち去るのなら追いはしない。だがこの先に踏み込むというのなら戦う。それしかないのですか、リーズ。無論、我が名はリーズ・バイ・フェストリンド・バリ。君の守護を任された騎士として、この聖巡にかけてその体を貫こう。ラウンド1ファイト。やるな。甘い。緩い。弱い。落ちろ。あなたの負けだ。そこで器用だな。やるな。何だ。やった。戦闘再開。まだまだ。見てろ。やるな。優しい問題でした。ラウンド2ファイト。そこ。歪んでいるね。戦闘再開します。落ちろ。行こうだい。器用だな。構え。ゆる。弱い。落ちろ。あなたの負けだ。解除。そこで。わかりきった結末でした。ダウンド3ファイト。止まれ。雑な受けで。ソロなよ。そこで甘い。そこで。甘い。ゆるい。弱い。落ちる。あなたの負けだ。優しい問題でした。ムーンビー。予測通りだ。今ならまだ間に合う。待っていてください、リーズ。この夜が明ける前にたたりを消去すれば、あなたはその形のまま残れるはず。死体が動いている。地に瀕していながら未だ人間を維持するとは、自らを思考の糸で操る生き人形。糸を断ち速やかに消え去るがいい。その個体の目的はここに到達した時点で果たされたはずだ。確かにかつての私なら最終的にこれを目指したのでしょう。それが果たされているのなら、私の生存の意味はない。他人の手であろうと目的が叶ったのなら、自らの手で消えるのが最も効率のいい選択だ。だが消え去るのはお前の方だ、シオン・エルトナのアトラシー。いや、
その状態の私ではそんな名前に執着はないのでしょうか。そうだ、私は27足一角、冥界を実現させるためにオシリスを背負う。3年前ワラキアの夜になって飲まれて血を入れたのは人間の命、それがタタリの機能を制圧し、ガラキアの夜を上位に移動したものだ。かつてガラキアは吸血鬼化を死の病と言った。私は奴に噛まれた時点で吸血鬼として申請した。その時に奪われた私がタタリとして申請したのだ。お前か。お前は体が吸血鬼として生を受けたもの。私は体をなくして人間どもがタタリの中で過ごした。どちらも死を残酷、死者の王である。共に同じ結末を求めている。同じ結末か。念のために聞いておきます。あなたが求める結末とは何ですか。同じあなたなら言葉にするまでもなく分かっているはずだ。やはりそうきましたか。演算機としては正しいのでしょうが、知能としては三流ですね。申し訳ありませんが、こちらの私は進化しました。今の私はもうその悲観には至らない。私は超越者としてではなく当事者としてこの病と向き合うと決めたのですから。それはタイトル、明らかに生命の基準を下げている。いいえ、元からある機能をなくしてでも今の環境に合わせてより最適化していく、これを進化というのです。私に生まれた新しい感情は確かにシオン・エルトナムの性能を下げました。けれどその代わりに新しい未来を手に入れた。あなたでは持ち得ない希望に満ちた結末の夢を。そうか、愚かでも否定はしない。ただ消え去るのよ、死を。冥界の砂は十分に機能を果たせる。今さら残骸であるあなたにもバレルレプリカの助けにいらない。望むところだ。私たちはどちらも3年前の私ではなく新しい道を歩いている。どちらがシオンの残骸なのか、それはこの戦いの結果が示すだろう。ラウンド1、トゥインファイクロキューナサフオイギストス、覚悟なさい、誕生ですね。消えなさい、動く、まだまだ、おう、さあ、まだ赤き巣、取りなさい、動くな、動くな、取りなさい、神の覚悟なさい、予測済みです、取りなさい、覚悟なさい、しゅ、潰れなさい、動くな、神です、動くな、消えなさい、やった、まだ赤き巣、カーブ、カーブ、ロック、優しい問題でした。ダウンド2ファイト、動くな、さあ、まだ赤き覚悟なさい、だから動くな、んの神です、まだまだ覚悟なさい、おう、予測済みです、動くな、取りなさい、動くな、おう、神です、あなた、覚悟なさい、取りなさい、何だ、平穏、あなたの負けだ。ムーンビーム、ラウンド3、ファイト、覚悟なさい、
優しい問題でした。You win。ここは…チン…私は…まだ残っている…はい。あなたはこの3年、たたりの一部ではありましたが、リーズバイフェのまま、分解されずに組み込まれていたのです。今夜のたたり、オシリスの砂が開ければ、再びたたりの中に戻される。その前にたたりを破壊すれば、あるいは…なんだ、コンサート会場が潰れて、たまたま外に出ていた私は助かった、ということ。けどシオン、それでも私は消えるんじゃないかな。だって私を生かしていたのはそのコンサート会場だったんだもん。はい、ですから今は私があなたのコンサート会場なのです。オシリスを破壊した後、彼女からあなたの所有権を回収しました。たたりの真似事になってしまいますが、私の分割思考のうち2つを振り分けることで、あなたを留めているのです。じゃあ、私はあなたの機能の半分を食い潰して生きているの？常駐ソフト？驚いた。あなたの口からそんな単語が出てくるとは。というか、今あなたの電源になってようやくわかったのですが、ビーズ、あなたって本当はものすごくズボラで、面倒くさがり屋で、後先考えない困った人だったのですね。あ、じゃあバレたか。でもそれは周りが勘違いしていただけで、嘘はついてないんだけどな。シオンは私の本性が分かって幻滅した。多少は幻滅しましたが、100年の恋は冷めるというものではありません。大体前々からおかしいと思っていたのです。もしかしてあなたは迷いがないのではなく、単に明日のことを考えていないだけではないか。うん、そう、私シオンと違って未来のことを考えるのは苦手なんだ。今があればいいって性格でね。なんかそれが達観しているように周りには見えたらしいけど。見えました。もう完全に騙されました。あ、違いますね。あなたに欺く気なんてこれっぽっちもなかったのですから。うん、それでどうする？シオンは私をどうしたい？あなたはもう私のものです。教会には渡しません。大体私の分割思考を2つも占拠しているのですから、それにふさわしい仕事をしてもらわないと。そうか、うん、それで行こう。教会から離れるのは残念だが、誰かを守るという仕事が変わらないのなら嬉しい。契約成立ですね。では行きましょうか、ミーズ。まずはこの町で知り合った友人たちにあなたを紹介しなくては。